めだけどコントラストのあるハイライトをお見せしようかなと思います。ブリージを 60g、ダイヤモンドを総量の 5% でいいんで 65% なんで 3g で、髪の毛も中までしっかり色抜きたいので、横に広げてはフォーミングして繰り返してください。次ベース塗っていくんで、そんなにすごい暗くはしたくないので、ティラミスブラウンも単品でいきます。で、ベース今塗ってまだそんな時間がかかってないので、ベースに色が入るまでこのまま一回時間を置いて、一回流します。根元、オレンジになるところまで一回リタッチするので、ティラミスブラウンが 20g に対して2シルバーを総量に対して 5% 入れます。毛先、ダイヤモンド1に対してスモーキーシルバー、これを 20% とティラミスブラウンを 5%。よし、準備します。今日僕のブロンドシャンプー。